東武1万系電車は、東武鉄道の通勤系電車。1983年に8000系の後継車として登場した。車体は先に登場した9000系に引き続いて、ステンレスが採用された。本校では、1万系のマイナーチェンジ車として1988年に登場した1万30系電車。及び1万30系と同時期に登場した VVVF インバータ制御、試作車である1万80系電車について記述する。また、個々の編成を表す場合は、浅草、池袋、柏方面等車の車両番号の末尾に F を付して表記する。1983年から1996年にかけて3系列合わせて486両が製造された。8000系の後継車として、また7300系の代替を目的として、1983年より地下鉄有楽町線直通用9000系をベースに製造された地上専用車である。同年12月22日より運用を開始し、当初は東上線のみで運用されたが、翌1984年3月20日より伊勢崎線、日光線でも運用が開始された。9000系と同じく20メートル級両開き4ドアのステンレス製軽量車体に1720系や5700系などの優等列車で用いられたロイヤルマルーンの帯を巻いているが、9000系と違うのは正面中央に貫通扉を設けた左右対称のデザインのところである。制御装置は電動化無軸式ワーニア回自直波制御である。主電動機は直流副管電動機で、出力 140kW、歯車比は16:87である。ブレーキ装置は回生ブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキとなり、日光線新栃木北などの勾配区間用に、そもそも側ブレーキも備えている。そのため主管制御機のハンドルやノッチ数は6000系と同様のものになった。また乗務員室と客室の仕切りは、8000系や5000系列などでは、運転席背面にも窓が設置されていたが、本系列では、配電盤を設置するために、それが廃止されている。2両6両8両編成が製造され、2両6両8両編成は、伊勢崎線、日光線、10両編成は東上線で運用されている。1986年以降に製造された車両は、床板の色や、座席袖仕切りの形状が変更されている。座席モケットの色もこの年、製造分の11606回以降は、コロラドオレンジから現行の黄緑色に変更され、コロラドオレンジで落成した車両も後に黄緑色に交換された。1989年には、8両編成の一部に中間車を組み込んで10両編成化された。すでに1万30系が導入されていたが、編成日を考慮して、コルゲートの多い1万系の車体そのままとされた。2003年には、就役から20周年を迎えたのを記念して、同年11月1日から11月14日まで、アニバーサリー 20th 就役記念と表記された、ヘッドマークを取り付けて運転された。2004年より、客室への吊り革の増設工事が行われて、優先席付近の吊り革について三角形でオレンジ色のものへの交換が進められている。これと前後して10両編成の一部で母線引き同士を実施した編成が登場し、パンタグラフを硬化させて運用され、この工事によって使用停止としたパンタグラフには側面に黄色の識別用シールを貼付していたが、この措置は後に中止されている。2008年5月13日には、本線所属だった11201回11202回が東上線に転属したが、8両編成リニューアルと同時に伊勢崎線に戻っている。11605回の区波16605は前面の種別、行き先表示器部分の周囲が他社の藍色と異なり黒色とされていたが、後述するリニューアル工事によって 6R 社の全編成艶なしの黒色に変更された。ボルスタレス台車上、SS009 下、SS1101988 年4月にマイナーチェンジを施した1万30系が、伊勢崎線、日光戦に登場した。正面形状が1987年以降の8000系修繕車に似たデザインに変更されたほか、10000系と同じロイヤルマルーンの帯を巻いているが、凹凸の多いコルゲート車体からビードプレス車体へ、さらにステンレスの光沢を抑えたダルフィニッシュ仕上げとなり、外観が大きく変化した。また、台車がボルスタレス式に補助電源装置がブラシレス MG から SIV へと変更され、乗務員室車掌台側に簡易モニタ装置が設置された。電動空気圧縮機も HB-2000 から低騒音化を図った HS-20 に変更された。室内設備では1人当たりの座席幅が広がり、そのことにより車端部の座席が10000系の4人掛けから3人掛けに変更された。翌1989年8月には東上線にも登場した。当時の野田線や伊勢崎線、館林、日光線新栃木以北で運用していた3000系列の置き換えとしても製造された。2両4両6両10両編成が製造され、伊勢崎線、日光線、東上線で運用されている。1989年度製造車から側扉の材質がステンレスからアルミに変更され、窓支持金具や取っ手の形状が変化した。1990年度製造車から上り型先頭車にラジオ受信アンテナが設置された。1991年度製造車からつり革の握り形状が変更された。2013年には老朽化が激しくなった8000系を置き換えるため、11631回、11632回、11635回、11636回の帯色が青と黄緑に変更され、野田線に転属された。これにより、本線から10030系リニューアル車が一旦消滅した。2014年4月1日より、野田線に、東武アーバンパークラインの愛称名が導入されたことに伴い、同線で運用される編成については1号車と6号車の前面と側面両側にロゴが重複された。これは同線を運行する8000系や60000系にも施された。2015年には11633回に本線仕様でのリニューアル工事が施行され、本線に10030系リニューアル車の配置が復活した。10030系50番台1992年度以降に製造された車両は、客室内で車椅子スペースや補助送風機の設置、外観では冷房装置のカバーが連続式になるなどの変更点があり、車両番号の下2桁を51以降の不番とした。さらに、雪害対策として強制パンタグラフ上昇装置の追加や、屋根上の吸い出し式通風装置の廃止などの小改良が続けられた。1993年からは本線系統の途中駅での自動連結、開放運転に備え、これまでの密着自動連結機に代わり、先頭車に電気連結機付き密着式連結機を装備した車両が登場した。この計画の影響で1994年までに本線系統へ集中的に投入したため、50番台車は本線所属編成が多い。本線にそれ以前投入された車両も同年のダイヤ改正までに密着式連結機に改造された。1995年に落成した11267回には、試験的に東武初のシングルアーム式パンタグラフが搭載され、後に20070系や30000系など、その後の東武の電車に反映された。1996年に東上線に投入された11461回と11667回は、本線系統との車両転廃の利便を考慮して、密着式連結機を装備した。このうち前車は、先頭車前面の窓周りの縁取りが黒く塗装されているのが特徴だった。その後、他の東上線所属車も、密着式連結機に改造された。2000年に11659回の区波 16659 の車体が事故で損傷し、車体を新しいものに取り替えて営業運転に復帰した。損傷のなかった部品はそのまま流用したため、廃車扱いではなく修繕扱いとなっている。2004年より6両固定編成の一部で、母線引き同士を実施した編成が登場し、一部のパンタグラフを硬化させて運用していた。この工事によって、使用停止としたパンタグラフには1万系と同様に、側面に黄色の識別用シールを貼付していたが、後に中止されている。2013年には、11652回の帯色が青と黄緑に変更され、同年4月20日から野田線での運用が開始された。野田線では6両固定編成で運用されるため、先頭車の電気連結機と前面貫通扉の渡り板は撤去されている。現在の10080系の VVVF インバータ1988年4月に10030系と同時に登場した。東部で初めて GTO 再利した素子による VVVF インバータ制御を採用した車両である。試験車両的な位置づけで 11480 回の4両、編成1本のみ在籍する。1990年に100系を VVVF インバータ制御で登場させる契機となった。車体は10030系初期車と同一で10000系。10030系との連結を考慮し、走行性能も揃えられている。当初の主電動機出力は 170kW、歯車比は 6.21 であった。2005年後半からインバータ装置の不具合により、長く休車となっていたが、その後、イベット素子の VVVF インバータ装置にASCII交換され、試運転を行った後、2007年9月12日から、定期運用に復帰した。改造後の主電動機は50000系列と同じ出力 165kW だが、歯車比は 5.44 と10000系列に揃えられた。改造後も他の10000系列と共通運用され、10000系列及び30000系との並結も行われている。その後、2015年7月に10000系列の4電で先陣を切り、車内のリニューアル工事を施行した。本節では、編成の組成両数について2両編成は 2R 車、4両編成は 4R 車、6両編成は 6R 車、8両編成は 8R 車、10両編成は 10R 車と表記する。本系列においては、それ以前の車両とは異なる車両番号の不番法則を用いることになった。具体的には、万の位で、形式、千の位では、浅草、池袋、柏方から何両目に組成されるか、100の位では編成の組成両数、残りの下2桁で編成番号を表す方法になっている。例えば、12608であれば10000系で 6R 車の第8編成、浅草、池袋方から2両目ということになる。電動車、制御車、付随車の区別は基本的に一切考慮されないが、車内のつま面上部にあるプレートには、車両番号の頭に、それぞれ、モ波、ク波、サ波と記載されている。通常、編成番号は、それぞれの番台の1から付番されるが、10080系のみ試作車のため、例が振られ、11480編成となっている。この法則に従うと、浅草、池袋方の先頭車については必ず千の位が1となる。また、反対側の先頭車では、その編成の両数と浅草、池袋から何両目であるかは必ず一致するため、千の位と100の位は同じ数字となる。この法則は、以後の東武鉄道の通勤系電車すべてに適用されている。本線に22本44両が在籍。主に 4R 車の増結用であるが、2R 車を3本連結した運用や 2R 車を4本連結した運用もある。かつては、亀戸線、大師線、東上線でも使用された。2008年時点では30000系 4R 車と並結することもある。1995年度から全車に自動扉閉め切り装置が設置された。これは、浅草駅のホーム有効庁の関係で1番線が8両編成、2番線が6両編成の後部2両がドアカットとなるためである。後に 4R 車、6R 車、8R 車にも設置された。東上線への配備は2008年6月14日のダイヤ改正より東上線の池袋発着列車がすべて10両編成となる際、8R 車の増結用として11201回11202回の2本が2008年5月13日に本線から転属した。しかし東上線、池袋小川町間への TDTC 導入を目前に控えた2014年、11202回と11201回にリニューアル工事が施行され、古巣である本線に再転属し、東上線での運用を終えた。2020年6月4日より11201回と11202回は、伊勢崎線のワンマン区間での運用を開始した。本線、東上線に配置。30本120両が在籍する。1万系に 4R 車はなく、1万30系で初めて登場した。伊勢崎線では、浅草口で 2R 車を増結して6両編成を組む。ほか、4R 車同士の8両編成または 6R 車に増結されて10両編成を組成するなど様々な使い方がされ、3万系と併結することもある。また、一部は日光線新栃木以北にも入線した。東上線では10両編成を組む。以前はワンマン運転化前の小川町より間、新栃木東部宇都宮間、越生線でも使用されていた。本線、東上線、野田線に配置。41本246両が在籍する。本線の区間準急や区間急行は基本的に6両編成であるため、最も汎用性の高い編成となるが、本系列、または3万系 4R 車と併結し運用されることもある。東上線では、ワンマン化前の小川町より間などで単独使用されていたこともあるが、2008年現在は、常に 4R 車を連結して10両編成で使用されている。2013年4月20日、130系50番台11652回が東上線から野田線に転配された。その際に帯色が変更され、車体側面の装架に東武グループのコーポレートカラーであるフューチャーブルー、窓上に視認性の高いブライトグリーンを配したものになっている。2021年4月現在、11631回、11632回、11633回、11635回、11636回、11651回から11654回の9本が、このカラーになっている。その際、ステッカーによる号車表示が側面と車内に施される。登場当時は東上線に配置されていたが、2016年現在は本線に配置。2本16両が在籍する。東上線の同系列は当初 8R 車が6本配置されていたが、うち 11803 回から 11806 回の4本は1989年に中間車2両を申請して後期の 10R 車化され、11003回から11006回に改版された。2008年6月14日のダイヤ改正より、池袋口の列車はすべて10両化されることとなり、8R 車の11801回11802回は、前期した 2R 車の11201回11202回を本線から転用して対応することとなった。その後、3万系が、東上線に転属するに伴い本線に転属した。その際、側面と車内にステッカーによる号車表示が施される。主に本線の平日朝夕ラッシュ時に使用されている。東上線のみ配置。6本60両が在籍する。1万系は前期の 8R 車が最初に登場したが、うち 11803 回から 11806 回の4本は1989年に中間車2両を申請して 10R 車化され、11003 回から 11006 回に改版された。この中間車2両は130系登場後の落成であったが、床材の色や手すり以外は1万系と同一仕様である。東上線配置の130系については、最初の2本は 10R 車で落成したが、その後の増備は 6R 社と 4R 社のみとなった。左側が、浅草、柏、池袋方1万系1万30系、1万80系1万系の収益から23年余り、経過し、車体の陳腐化が進んだため、2007年より内装の更新を主眼としたリニューアル工事が開始され、同年1月19日1万1601回が、津波車両工業館林作業所に入場した。同編成を皮切りに2010年までに1万系 6R 社、全9本のリニューアル工事が完了した。その後、工事は1万30系に移行し、2011年3月に竣工した1万1635回を皮切りに順次施行されている。なお、2011年度は20両が施行対象とされている。2012年度の鉄道事業計画によると、2012年度は26両が施行対象となっている。2013年度は26両が対象で、一部車両では VVVF インバータ制御へ換装する予定となっている。同年8月6日には VVVF インバータ制御換装編成1本目となる1万1032回が竣工し、8月19日から東上線にて営業運転を開始した。先に施行された9000系とほぼ同等の内容である。前述のように、本工事は内装関係部品の新製交換を主眼としたものであり、走行機器の更新は実施されていないが、インバータ制御に換装した車両も存在する。また、比較的経年の浅い1万30系の施行内容は1万系と比較して、やや簡略化されたものとなっている。当初は、本線系統では、伊勢崎線、日光線に加え宇都宮線、さらに 2R 社は、亀戸線、大師線で、また東上線系統では、東上本線、越生線の全線にわたって使用されていた。1989年頃に、西新井の車止めに、滑走のため衝突する事故が発生したことで、大師線と亀戸線の運用には入らなくなった。8000系改造車及び20400型によるワンマン運転実施に際して、伊勢崎線、館林伊勢崎間、日光線南栗橋東部日光間、宇都宮線、東上線小川町寄居間、越生線からは撤退しており、本線系統では、伊勢崎線、浅草館林間及び、日光線東武動物公園南栗橋間、東上線系統では東上線、池袋小川町間で運用されている。2013年4月20日より、新たに野田線での運用が開始されている。2020年6月4日より、佐野線での運用が開始されている。東武1万30系電車に関するカテゴリー、東武1万80系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。